古筆とは、平安時代から、鎌倉時代にかけて書かれた和洋の名筆を指していう。時にはもっと範囲を狭くしてその名筆中でも、特に、棚書を指す。単に古代の筆跡という意味ではない。また、僧による名筆は、牧跡と呼ばれ区別される。カ水イロ藤原定信筆、西本願寺元十六人歌集の中、順集の、説である。 この段階には、カ水路紙と、岡カテラギレがあるが、漁師の装飾技巧に継ぎ紙の手法のあるものが前者で、ないものが後者である。安土桃山時代に入り、やや平和な世の中になると、知識社会級において、美しい筆跡を、手習いの手本にしたい、鑑賞のために手に入れたいという願望が起きてきた。さらに、天文十四年十月の茶会で、竹の女王が、 藤原定家の国来色紙を茶室の床掛けとして用いて以来個室が茶人たちにも愛好されるようになった。やがて個室愛以降の風潮は民間にも波及し個室は珍重されるようになった。個室は主に貴族文化の中で本来冊子や巻物という完全な形で大切に保存、干渉されていた。しかし個室愛好熱が 高まり個筆の絶対数が不足してくると切断されることになり、この切断された段階が説と呼ばれるもので、ここに個筆切れ、歌切れが誕生する。個筆切れは保存にも干渉にも不自由なため、これを収納、干渉するための情が発達した。江戸時代初期17世紀中頃には、町人の間でも大流行したことが当時の金像紙に記されている。 また、社会記には、古筆切れは、茶席の床を飾る掛かり物としても用いられ始めた、ことが記されている。荒野切れ、第一種伝、貴蔵行き筆、関九の関主の段官十七行が、元高の山に伝来したことからこの名がある。伝承筆者とは、筆跡について、古来より言い伝えられている筆者のことで、筆者名は、伝い筆で、伝い書、単に、 伝えなどと表記する。今日まで残されている個室には、当年、個室鑑定家によって付けられた伝承筆者名が完成られている。しかし、今日では伝承筆者の多くは否定されている。例えば、荒野切れ第二種の伝承筆者は、木貫之であるが、源の金行の筆跡であることが判明している。これは、 個室鑑定家の鑑定があまり科学的でなかったこともあるが、個室の筆者が自身の筆跡であることを隠蔽していたことにそもそもの原因がある。土佐日記で木貫幸が自身を女性に仕立てているが、平安時代中期、男子は漢文で日記をつけるのを常としたため、木貫幸が金芸術に挑むためには、自らを女性に仮装せざるを得なかったのであろう。 日記開始の年さえ、それの年としている。男もすなる日記というものを、お、無名もしてみんとてするなり。それの年の始発の初か、あまり一日の日の犬の時に、角です。そのよし、いささかにものにかきつく。土佐日記よりこの時代、女性への差別が強く、女性の漢字学習が禁止されていた。伝存する、小室切れのほとんどが、 真の筆者名を明らかにしないのは、貫之の見せた姿勢と無関係ではあるまい。平安時代中期に成立した、長編物語のうつほ物語では、手習いとして、男にもあらず女にもあらず、女で、男で、肩カ,カンな、足でという合紙の文字表記例が挙げられている。このうつほ物語の男でと、同様な記載として、とさ日記に、おのこ文字も見える。 これらから漢字を主とする文体は男手や男文字と称され主に公務等で文書等を扱う場合の多い平安貴族の男性が用いたとみられる。これに対して平安貴族の女性は私的な生活の場で日記や消息文を書き和歌などに親しんでおりこうした私的な場で主に使用されたのが女手と称されるかなを主とする文体であった。 しかし、こうした私的な場においても、一部の妻女などが、男でとされる漢字のみの文体を用いていたとの記述も残る。同時代の女流作家、紫式部が表した、源氏物語の母記事では、男性が、金文字を入れない漢字のみ手紙を男性が、女性から送られたこと、さらに学者の娘がマナを走り書く様子など、当時の自由な風潮も見える。石山切れ。 藤原定信筆、西本願寺本三十六人歌集の中、貫之集下の、説である。昭和四年、伊勢集と共に切断された。本願寺が、元大阪石山にあったことからこの名がある。古筆には、それぞれの名称があるが、その名称の由来を次に示す。本阿弥切れ、伝、小野東風筆元、本阿弥光悦が愛蔵していたことからこの名がある。 古筆鑑定家は、筆者不詳の古筆、説に、その書様にふさわしい筆者を当て、古筆の名称をつけ、それを極め札という小さな札に記した。そしてその極め札に鑑定員を押し、古筆切れの横に貼り、一定の配列のもとに古筆切れを貼って、手鏡の様式にした。そして、この手鏡は鑑定の基準にも使われた。豊臣秀治よりの、 金山の鑑定員は純金であったが、小松茂美が、古筆別家の末裔の古筆家で目にしたものは、木製であった。しかし、陰面はまさしく、金山で、どの印も、どの印も陰面が墨で汚れており、極め札の発行に所要されたものであることが分かったという。古筆、ノ介の弟子、藤本良元が表したとされる、古筆切り目安という本は、 個室鑑定に一つの方法論を述べた点で価値が高い個室切り目安よりありがとうございます。